イズモンスターション TV! 始まりました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、みんなさあ、それでやっていきましょう。今回はですけども、最新ジャンプでございます。ワンピース、初見読みやっていきたいなと思います。我らがワンピースはどこだ?ドド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 。来ました!来ましたよ。ねえ、へへ。あら、扉絵に見慣れない人物たちがいるね。ん?ギャングベッジのオーマイファミリー。王のいない国を襲う。あらららららら。バイキンマン来ましたね。面白いな。なんかピッコロみたいな女の子がいるけども大丈夫かな?ナメック星人かなということで、気になるね、こいつら。どうなんだろう。まあ、名前的になんかそんなめちゃくちゃやべえやつなのかなっていう感じはするけどね。ちょっと遊び的な感じなのかなと思ったり、これが後にとんでもないやつだったらそれは面白いけどもね、どうなんでしょうね。なんか軽くしばかれそうな雰囲気がありますけどもね。まあ、そんなこんなで始まっていくワンピース963話。ああ、サムライになる。ということで、おっと、これやばいよ。前回、確かお犬様とかがね、打ち上げられたところで終わったんだけど、あーね、そういう風に繋がってくるのね。はいはいはい。はるか昔、数百年も前のこと。我々ミンク族と、ワノ国、光月家の侍たちは、固いちぎりを交わした。兄弟だったのだっていうことでね。はー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 。そういうことか。ちょっとこれ、なぜワノ国に犬嵐様たちが来たのかっていうのが分かりましたね。てかめちゃくちゃ可愛いね。めちゃくちゃ可愛いね。子供時代のお犬様と猫様なんだけども、憧れからこれワノ国に行っておりますね。へへへ。いいね。島がいっぱいあると、聞いて、はい。へえ、そうよ、世界には5個以上の島がある。5個以上って何なんでしょうね。5個。5個っていうワードは何なのか。こういったところ気になるけども、まあ、果たして5個そんなになんかあるのかなっていう感じはするけどもね。普通にイーストブルーあだこうだか分けていてもおかしいもんな。海それぞれで分けて、いや、島どころの話じゃねえもんな。はぁはぁはぁ。って言って、我が国にいた瞬間に捕まったわけだ。これはひでえなぁ。で、完全に妖怪だっていう風に思われてんのかな?これは、化け猫、化け犬、そして、カッパっていう、これで川松も捕まっているわけでございますね。ひでえなぁ。でも本当にこんな可愛い奴ら普通ね、こんなと捕まえるかって感じだけどもね。で、ここで、はい。鯉を捕まえたおでん様、登場でございます。やべえじゃん。いきなりここで来るんだ、おでん様。よいしょ!これで今日のおでんの具は、みたいな感じで気づいてるわけだね。おでんの具。おでんの具って魚入れたっけ?入れるっけ?いや、俺は普段卵とかしか食べないんだよね。卵とね、ロールキャベツとマックスソーセージなんだよね。マックスソーセージってよくわからんね。はい。なんで、おでん様ここで上がってきて、と捕まえてた奴らを全員縛き回したわけだね。なあ、これが異形を恐れるのは、己の無知上っていうところに繋がってくるんだね。ああ、面白いな。で、これで助けるのかなと思ったら、木に吊るされているお犬様たちをそのまま放置して帰るお犬様。おい、どないやねん、これ助けてやれや。本当に。はい。ちゃんと助けてるじゃん。助けてるし、おでん食わせてんじゃん。川松大根食べてんじゃん。やっぱ、そうだよね。大根美味しいよね。俺、からしめっちゃつけるんだよね。すげえ。もう死にかけてたんだね。はい。おでん様が、ね、言っているのが、ミンク族。父に昔聞いたことがあるっていう風に言ってるんだね。そうだろ、俺たちの国にもあの印があるっていう風にお犬様が言ってるんだね。そうなんだよね。はい。そうなんですよ。そうだね。もこもこ国にもこれがあって、で、やっぱ遥か昔からね、繋がってるっていう。なんでそういう風になったんでしょうね。一緒に戦ったとか空白の100年のタイミングで一緒に戦ったのかね。ミンク族とね、小月家がちょっと気になるところでございますけども。はい。で、まあ命の恩人だっていうことで助けてもらってて、飯ももらってと。まあすごいね。いろいろと助けてもらったわけですね。で、おでんはちょっと熱すぎて、猫マムシの旦那が食えてないと、熱すぎちゃろうがーって。ね、おいよせ猫まぶしいみたいな感じでね、暴れてるんですけども、わしゃ猫舌なんじゃーっていうね、そりゃそうですよね、猫ですからね。で、お姉様が、わっはっは、おい、ね、
猫、ニエでなんぼのおでんに候って。意味がわかんねえ。まあ確かにね、煮えてなんぼのおでんに候。確かに確かに。もう煮えてるからね、煮えた昼がやついっていうような表現になってくんのかね。ああ、面白いな、この会社は。普通に面白いね、これ。で、はいはいはい。ここで、川松がなんか言ってるんだね。船が沈み、母と二人、この国に流されてきた。へえ、川松そんな感じなんだね。別のところから来ていて、で、はいはい、母と一緒に和の国に流されてきたっていう話だけども、考察が外れてゆく。巨人だと石を投げられ、でも母は怪我をしても故郷に帰れない。母は死ぬ時言った、巨人は世界で差別される。あら、お前はカッパだと言い張って生きろと、外れてゆく。いいね。いいですね。家でなんぼのおでんに候。マジか。ええー。いや、まあそうだよね。だからめっちゃ俺迷ったんだよ。どっちなんだろうなって。いや、今でもちょっと俺わかんねえけど、多分最終俺これ、カッパ。パマン、妖怪マンっていう風に言ってんじゃないの？俺なんか俺妖怪って言ってると思うんだよね。絶対外れたこれ。マジか、マジか、マジか。ねえ、完全にやらかしですね。なあ。で、おでん様はまあまあ、それはそれとしてもね、こういった異形に会えたことを面白いという風に思ってるわけだね。世界にはまだ見ぬ生物がいるんだっていう風に、まあ言っていると。で、まあ元気でなという感じで言っていくわけだね。ここで別れないのね。ここで別れるのかなとか思ったら別れないのね。あー、かわいいな、おい、わー、すげえすげえすげえ。みんな出てきたね。赤鞘メンバーがこういう風にバーって出てるわけだね。デンジロー、めちゃくちゃ成長してんな、おい。髪の毛も思いっきりね、あのシルエット通りになってるわけでございますけどもね。で、へぇー、オロチに金を貸してるんだね。はい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 。おでん様がこういう風になんかお金貸してるんだ。独立してやすさの息もかかった男だ。独立をしている。独立をするっていう時点でなんかちょっとずつなんか字が出てきてるよね。で、ここで、はいはい、忍び、面白いね。雷蔵たちがここでこういう風にね。面白いね。で、白米へ行って、のところはかで白米、ここであのシーンが来るんだ。ここであのシーンが来るんだ。みんなが盗んでいる時のやつだで捕まって、こうやって繋がってくるんだね。てか早くね、回収。なんかちょっと前にこのシーン出たよねみたいな、それがもうこういう風に出てるんだ。面白いな。安家さんそのまま捕まえて、盗んだ分だけじゃなくてさらにお金をくれているっていう、どういうことっていうね。はいはい、おでんは好きかって言って、いいね。うわー、すげえ。うわー、すげえ。てかお犬様たちがやっぱかわいいな。お犬様舌出してんぞ。だったらこの金で身なりを整えろっていう風に言って、みんなめっちゃめっちゃかっこよくなってんね。やばいね。礼儀を学び、はい、本を買い、学問を身につけろ。学問、学問、学問。お前たちのゴロツキが家臣では、俺が恥をかく。ちょっと待って、これ学問のさ、教えてるやつ、これやばくね？あららら。そっち？そっちなんだ。すげえな。で、みんなが、うわぁ、みんな鍛えていくんだね。こんな感じで。うわぁ、面白い。そうか。でも、学問、うわぁ！いやぁ、これ、ちょっと、デンジロー来てんなぁ、これ。そっちか。そっちですか。やずい。そういうことか。すごい、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 すごい。ちょっと待って。これはやばい。やばい、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 やばい。来ましたよ。来ましたよ。赤鞘。赤鞘が超かっこいい感じで出てきた。うわー。いや、でもさ、ちょっとこれやばいよ。デンさん。デンジローさん。これ、モロじゃないの？ちょっと。みんな多分俺のちょっと思ってるよね。モロじゃ、てか、異像？異像がまんま異像なんだよね。わー、すごいなー。お犬
犬様もね、大きくなって、あー、いいね、いいね。すごいね。てか、お菊がめちゃくちゃもう男前になってね。あー、すごいね。はいはいはい。で、おー、すき焼き様と、すき焼き様とここで、うん、うん、おでん様が話しているが、あー、そうきたか。これはで、おでん様たちがこう話してて、これが最後になるってことか。ってことは、すき焼き様、来てないやつだね。そういう感じで、オロチがいるわけでしょ。これ、オロチやったんじゃねえの、これ。うわー。これ、オロチやってるべ、これ。これ、やばくない？あらららららら、あー、あー。ちょっと待って、来た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 、おお、これやばいよ、これやばいよ。当年クリイタチ港、いやすごいよ、来ましたよ。白ひげ海賊団船長エドワードニューゲート、なんだこれ。ちょっと待って、めちゃくちゃかっこよくね。ってか船めっちゃ、あらら、うわー、いやいやいや、ちょっと白ひげのおやさんにちょっと気を取られすぎたな。やば、マルコとかさ、ジョーズとか、うわー、ミスターパックンもいるじゃん。この時から鉄球持ってんだ。あー、ベイネーさん、あらら、ちょっと待って、これビスタクソイケメン、マジマジか、すげえな。うわー、てかジョーズかわいい。ちょっと待って、てか白ひげのおやさんかっこよすぎる。ちょっと待って、ちょっと待って、え、白ひげのおやさん、あー、そうか、俺の持ってるフィギュアでは傷がなくてこっちではあるんだ。へー、あー、ね、胸に傷があってこっちはないんだ。へー、気になるね。いや、マジかっこよくない？なんなんこれ、やば、超かっこいい。へー、こんな感じになり来るんだね。あ、面白い。奥の船は何なんだろうな。すげえ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 。で、その情報がいって、あーららららら、海賊が来てる、強そう。おー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 、おい、下がってるお前たちって言って、何か来るぞ、とんでもねえのか、来る来る来る、よくぞ悪天候を越え、滝を越え、よくぞここまで待ってたぞって言いながら、これはまずいって構える白ひのやさん、そこに来たのがおでんさん。わーお、わはは、おっと待って、これ、あらら、ぶつかってんね、ぶつかってんね、衝突してんね、覇王色、やばくない、バリバリバリって感じになってるよ、すげえ。あ、みんな吹き飛ばされてるな。牛さんもいるね。ドフィーくん41歳に操られた。あーららららららら、これは白ひげ海賊団のメンバーたちがバーってこういう風に出てくると、うわすげえこれ。俺の名は小月おでん、誰だか知らんが、お前の船に乗せてくれって言って、ベベンと思いっきり、はい、閉まっていく、自我救済なーし、わーほー、いいじゃん、やば、歴史が動くっていうね、すげえなー。でもなんかこの名乗り方違和感ありげだね。ちょっと待って、てか何これ、こんな感じで乗っていくの。そしてこれ考察渡っていってるよ、白ひげのおやさん来るんじゃねえのみたいなさ。あと、もう一個気になるのが、すき焼き様だね。すき焼き様がちょっとどうなのかなみたいな、俺的な、その今話で上がっているのが、その天狗さん、天狗さんなんじゃねえのかみたいなね。でも俺多分違うなっていう風に思っていて、すき焼き様はちょっとまあ死んでんじゃねえのかなっていう風に思うところはあった。そのまあ継承が途絶えているっていうところとかね。ってなると、ここで最後になるっていうね、この二人が言葉を交わす最後の日になったって書いてあるから、やはりそこもっていう、ちょっと大手かかってきてるよね。そしてオロチなんかやってそうだね。まあカッパはやらかしたけど、あー面白い、面白い、ちょっとこれは今回いろいろとあるね。うわー、しかもこれ、デンさん、デンジロウさん、これちょっとあるんじゃないの。デンさんって言うとなんかちょっと、なんか違うよね。魚人の方に行っちゃうよね。デンさん、トムさんと行くわけでございますけど、わーすごい。てか俺の中で一番これちょっと衝撃なのはやっぱ白ひげのやっさんだね。クソかっこいい。マジでたまんね。うわー、ちょっと早くこれちょっといろいろと話したいな。どうしようかな。どういう風にこれちょっと詰めていくかな。うわー、気になることが多すぎるね。ちょっと物事とかしますとにかく今回のジャンプも激アツでございますよ。まだゲットしてなかったらぜひともゲットしてください。ここからいろいろとまとめていきますけども、いや今回結構あるよね。いや情報量多いね。しかも次回休みじゃないんだぜ。激アツ鍋アツじゃねえか、おい。ということで、ここからいろいろ出していきます。まだね、ちょっと俺ね、いろいろとちょっと見たいところはあるんで、それをまとめて、いやひそらにとのやばいな、あー
いいですね。この後まだ諸々とちょっと動画出していきますんで、皆さん楽しみにしていてください。やっぱ食券読みクソ面白いな。あーたまんね。ちょっとみんなも気づいたことがあったら、コメント欄に書いてください。多分ね、コメント欄に書いていただいて、で、その1時間後とかにはもう多分どんどん動画がブルブルブルってこう出ていくと思うから、まあ、間に合わねえと思うけどね。まあ、それはまた後日ちょっとピックアップできるところはね、米編企画ということで、ちょっとお返していきたらなと思いますんで、ぜひともコメント欄に気づいたところあったら書いてください。よろしくお願いします。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザーらしいということで、パーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!